はい、こんにちは、石井ちゃんです。で、前回すいませんでした。ちょっと途中でですね、電話かかっていて、途中でちょっと切れちゃったんですけど、はい、一応内容はそこでストップしてますんで、関ヶ原の戦いですね、続きをやっていきましょう。今、伊達政宗と本多勝家を倒したところですね。では、ちょうど本多忠勝が近寄ってきてますんで、そこから始めていきましょう。よしよし。ん？来てるはず。あ、来てる。来てますね。やばいやばいやばい。あの技はやばい。あの技は本当にね、やばい。やばい技。やばい。あんま減らなかったですね。やばい。おっしゃ、これで一気に減らせる。よし、やっぱりこれが一番助かるんですよね。いや、いいっすよ。おお、結構減ったじゃん。いや、いいっすよ、いいっすよ、いい感じ、いい感じ。あとはね、半兵衛。おっ、ああ、惜しい惜しい惜しい。半兵衛もゲージ貯めてくれるとありがたいんですけどね。ちょっと半兵衛にも攻撃し続けていただいて、もうこうなってくると強いですよ。半兵衛も常に攻撃してるっていう状況、これは強い。おっしゃ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 。徳川家康、お前から大事なものを奪ってやる。せっかくなんで息ゲージ使っときましょう。よっしゃー、よし、決まった。これはでかいっすよ。こんな別れを迎えるのも一つの幸せなのかな。なんか悪いことした気がしますね。ああ、半兵衛がもうちょっとで回復できそうですね。よっしゃ、来た。ついにお出ましか。その果てにようやく見つけた答えがこれだ。さあ、わしと結ぼう、たゆまぬ絆を。民を導くのはわしかお前か。共に残そう、この世の非業に敗れる希望を。貴様の心の今日。いや、なんか家康、まあ素直というか、なんか純粋なんですけど、まあ、言っても仲間が今3人ぐらいやられたのに、なんかそれもちょっとおかしなねテンションですよね。あ、これ見たことある。この動き見たことある。他の戦場でもやってましたね。その後、半兵衛と一緒に戦いましょう。お、でけえやつ掴んだ。これ攻撃力高そう。これは強い。こいつ強いぞ。よっしゃ。お、これ勝てそう勝てそう勝てそう。本当は陣を落としたいんですけど、いろいろもう今もう一気に陣とかね、やってる間にあいつパワー回復したりしたらなんか嫌なんで、もういける時にやっちゃいましょう。あ、てか雑魚がうぜえな。半兵衛、半兵衛、やっぱ半兵衛頼りになりますね。もう延々湧いてきますけどね、あいつら雑魚が。おっしゃ、お、掴んだ。オッケー、よいしょ、もう一度いっとく。よし、これ通常技でこれは強い。全然強いっすよ。
よいしょ、よいしょ。知るべきじゃないことだってあるさ。終わりだ。終わりましたね。いやよかった、2戦目で勝てて。いやもうこれ負けたら負けただけ全部あのアップしてやろうと思ってましたからね。よかったですね皆さん、何度も何度も豊臣のあれを見なくて済みましたよ。この日の元あるべき形、それが攻める。歴史は変わっちゃいましたね。国に危ないんですよ、なんか肩についてる甲冑みたいなのが。秀吉様。何事か。秀吉様がご懸念の通り、ヨハネのごとき漆黒の艦隊が水際に出現いたしました。来たか、この国を腐らせる毒、新たなる病よ。秀吉様、どうか私に青海原へと赴き迎撃せしめん許可を。だが我自らも出向く。秀吉様、御自らが。三成、敵は強大だ。我の左を守る者としてたやすく落ちるは許さぬ。はっ。かわいい三成、かわいい。我の左には後輩みたいな感じになってる。そして我の右には、どういうことよ、お前って。どういうこと、ちょっと今ぼーっとしててあんま聞いてなかったんですけど、左があれでしょ、石田三成、右は、右どっちだ、どっちが心の友で、どっちがあの武力でしたっけ。普通に考えたら半兵衛と石田三成って感じしますけどね。いや石田三成となんすか、石田三成と豊臣秀吉、あんなに秀吉様秀吉様って言ってる割には会話してるシーンほぼないんですよ。まあ3だともう死んじゃってるんで出てこないですし、徳川家康、あ豊臣秀吉は。だからちょっと今会話してるだけでも結構ドキドキしましたね。へえ、しかもなんかちょっとツンデレなとこあるじゃないですか、家康じゃなくて秀吉も。なんか俺の左手は簡単に死んじゃいけねえよみたいな、あれ嬉しいですよね。なんか最後三成もペコリみたいな感じで、はい嬉しいみたいな、かわいいっすね。いや最後どうなったでしょう。レベルはもう今の戦いだけで5上がりましたよ。戦国大名か、なるほどね。浄化は完了した。5078年、この国は我が拳で生まれ変わったのだ。その時代は千年の時を超えて、よし来た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 、竹中半兵衛ですよね。これはもう想定内ですよ。お疲れ様でした。よかったっすね、勝って。ちょっと最後新コスチュームだけ見ときましょうか、豊臣秀吉の。ちょっともう豊臣の動画を今後アップするかどうかわからないんで、まあ、どんな感じかっていうだけね見ときましょう。あ、なるほど、難しいでクリアしたら今度究極っていうのが出てくるんですね、レベル。なるほどね。
てさて、もう全然変わり映えしねえっていうか、何このカニみたいな、なんかあの甲冑がなくなっただけですね。筋肉がこうむき出しになったみたいな。はあ、まあかっこいいっちゃかっこいいですけどね。ちょいかんせんこうムキムキなんでね、僕はやっぱこっちの方が戦国っぽくて好きですね。うん、とにかく曲が怖いですよ。あと笑わないしこいつ。うん、まあでも面白いキャラでしたね。はい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 、プルプル震えてますね。はい、では、ご視聴ありがとうございました。では次は、どのキャラになるか分かりませんけど、新キャラで、次回以降の実況を始めていきたいと思います。ではありがとうございました。またねー。